東京は今第三次ホテル戦争に突入したと言われています。現在都内大手ホテルの部屋数は全部合わせますと2万7700室ぐらいあります。で、数年のうちにこれが4万3000室になるって言うんです。で、すでに増築中のホテルが2つ、新設予定のホテルが9つ。で、こうしてホテル間の熾烈な戦いが今始まろうとしてるんです。小木正弘です。まあ、戦争突入っていうのは若干オーバーじゃないかって感じはするんですけども、しかしともかく今第3次ホテル戦争なんだそうです。第1次っていうのは例の昭和39年の東京オリンピックの時のブーム、それから第2次は昭和45年の例の万博を当て込んだラッシュ、まあそこまではよくわかるんですけどね。今度の第3次っていうのはなんだそういうナショナルイベントみたいなのもないわけですね。しかしなんでこんなにホテルが流行るのか、まあ大いに私なんかこう関心があるわけです。巨大シティホテル、それは都市の中の都市と言われ、文化的な都市生活機能も全てが揃っていなくちゃいけません。しかし我々にはその巨大な機能の表しか見えていないんです。果たしてこれらを動かしているメカニズムは一体どんなものなのか。巨大シティホテルの24時間、私たちの知らない世界を垣間見ることにしましょう。まあ、仕事は私もよく原稿を抱えてこのホテルに泊まり込みます。まあそれは完全に野望用でロマンチックな要素なんてのは全然ないわけですけども、しかしあの都心の巨大なシティホテルってのはもう全く豪華だしシックだし、なんかもうセンスあるし、第一便利だし、本当に今のこう贅沢な都会文化のこう粋が集まってるって感じがする。だけどあのホテルマン出身の森村誠一さんの中にかつて伺ったことあるんですけど、やっぱりあのホテルってのはもう巨大な欲望がこう渦を巻いてるところなんだそうですね。さあ今回はあの伝統90年を誇ります帝国ホテルを中心にしました前田武彦さんのリポートでホテルの裏表24時間をご案内いたします。さてホテルの朝が本格的に動き出すのは朝食のルームサービスから、部屋で朝食をとる人のために持っていくあのルームサービスですね。これもただ持ってきゃいいってもんじゃないです。パンの焼き加減ね、それからあのこのオムレツの焼き加減、こういうものも全部お客さんの注文によっていろいろ変えたりするわけです。それからあの持っていく時間も全部部屋ごとに違いますよね。卵をゆで卵だって1分茹でる、3分茹でる、5分茹でる、まあ、そんな1分や2分の差は大したことないと思うんですが、ちゃんとお客さんの注文通りやらなくちゃいけないんです。で、注文通りのメニューを間違えない時間に間違いなくお客さんのところに運ばなくちゃいけない。この通りもきちんと入れてね、もちろんあったかいうちに届けなくちゃいけないから、注文された時間と作る時間との調節がなかなか難しい。お水も生ぬるいんじゃいけなくて、はい、アイスウォーターも入れてね、ちょっと持っていかなくちゃいけません。ですからこうやってもう朝のこういうところはもう戦場です。注文の順番にずらっとテーブルが並んでいます。そこへこう次々と手際よく並べられて、それがワゴンで運ばれるわけです。で、外人客には英字新聞を添えましてね。で、このワゴンはルームサービス専用のエレベーター、つまり一般のお客さんの乗るエレベーターじゃないエレベーターで運ばれるんです。で、そのエレベーターが一般の客室の方に出るところのこの扉、客室側から見ますとプライベートと書いてある。よくホテルにそういう扉があるでしょう。実はこういう扉からあの裏から表へいろんなものが運ばれるわけです。さて、これは印刷所なんですがね、ホテル専用の印刷所があるんです、直営の。で、ここでは案内状だとかメニューなんかの印刷、それから婚礼の招待状なんていうのを全部やるんですね、ここで印刷所。で、ホテルの営業収入っていうのは客室収入は2割5分から3割ぐらいでね。で、あの飲食、つまり飲んだり食べたり、それから宴会収入っていうのは4割5分、でその他が外商だとかテナントの収入だっていうんですから、ですからもう宴会っていうのはシティホテルの収入ではもう大変大きな役割を担ってるわけですよね。まあ言ってみればもうホテルのドル箱が宴会っていうわけです。これはあの今年の春できた
このホテルの宴会場で5000人収容っていうどでかい宴会場です。さて、宴会場のための厨房、ここへ今度は行ってみます。宴会用の厨房というのは、このなぜモニターが必要かというと、そのパーティーがどういうふうに、宴会がどういうふうに進んでいるか、長い長いあの祝辞なんかでもって伸びてるんじゃないか、そういうものに見計らいながら、いろいろとお料理を作ったり、あの急いだり急に抑えたりとかコントロールするわけです。いくら綺麗な素晴らしいホテルだと、ゴミが出ることはやっぱり当然で、人が大勢いるところにはたくさんのゴミが出ます。そのゴミをここでこう処分してるんですが、生ゴミがありましょう。生ゴミもございます。食べ物の残ったもの、はいはいはい、宴会なんかで花嫁花婿なんか絶対手つけないお料理なんか、あれ捨てちゃうんですか。はい、そういうことですね。もったいないけど、この方々をですね、専門にチェックしてて、気がついた場合はお引き取りいただく、ないしはお部屋にお泊まりの場合もお引き払いをいただく。私もその係をやったことがあるんでございますね。その時に私にこれをかけてくださったということがございましてね、あの時は彼女の部屋へ私もついてまいりまして、そこで身分を明かしまして、ご丁重にお引き取りいただいたということがございましたね。さて、このホテルの正面にはキーボックスがないですね、フロントに。なぜかというと、これも防犯のためでね、このキーボックスがありますと、そのキーがあることをこう見越して、わざとこの他人がそのキーを使うという犯罪があり得るんだそうで、それを防ぐためにキーボックスをなくしたんだそうです。さて、ホテル清掃と言われる中で、各ホテルはいろいろと営業政策大変です。今年の夏は皆様に素敵な夏休みのプランを企画いたしました。お値段はお一人様19,000円、全室バルコニーがついた1010室の客室、都心にありながらリゾートの雰囲気を持ったおしゃれなホテルです。当ホテルは緑豊かな場所にございまして、ロビーから眺めもとても都心とは思えないほどのものがございます。お部屋の方はとても広くゆったりしておりまして、都内ホテル唯一の25メートルの室内温水プールがございます。それからグリルクレドールでございますが、皆様のお越しをお待ちしております。最上階には、スカイラウンジとレストランがありまして、ここからは、新幹線、飛行機、国鉄などあらゆるのに乗り物が見渡せる。私は昭和9年に入社いたしました。その当時は女性が一人もおりませんで、私が入社した時が第1回目の女性の、客室のメイドでございました。戦争になりまして、空襲のひどい頃はもう家を4時頃出ましたね。それでちゃんとでも遅刻しずにここへ7時頃入りまして、今日は私たちは、帝国ホテル、あの日本を代表するね、帝国ホテルに今日は一日で、ね、泊まりたいと思いますね。じゃあみんな頑張って、はい、イエーイ、頑張って。私の方がちょっと綺麗みたい。ロビーはホテルの顔です。帝国ホテルの場合、客室は845ですけれども、1日にこのロビーに入ってくる人の数は3万から3万5000人だそうです。泊まり客、食事、飲食、ね、宴会に来る人、ロビーを利用して仕事の打ち合わせをする人で、泊まり客以外でも毎日ロビーを利用して顔を出す人もいるそうです。どんな部屋かな。さあ、すげえんじゃない。すげえ、すごい期待しちゃうね。お客様ご予約がいただいております。はい、シュガーです。シュガー様でございます。はい、はい、ご予約いただいて、はい、こちらにサインしていただいて、はい、私の方がちょっと綺麗みたい。はい、ご予約ですので、はい、では15階のスイーツルームご用意させていただきましたので、はい、はい、
はい、第4スイートルームで15階の1番から3番のスイートルームです。はい、1番からご案内いたします。はい、ご案内お願いします。いらっしゃいませ。ご案内申し上げます。どうもありがとうございました。お願いします。そうなのかしらね。あれでこれレポーターでこれ送り込んだんですけどね、なんか国際的にいろんな迷惑がかかるんじゃないかちょっと心配ですな。誰かに言ってなかったよ。え、おじさん、ほら、あんとかたけちゃん、たけちゃんマン、たけちゃんマン、それでしょ。たけちゃん、あ、まえたけちゃんマン、まえたけちゃんマンだよ。でも新婚さんとか泊まる部屋なんですね。そうらしいね。なんかジョン・トラボルタが泊まったって話だよ。金の風呂かなんかあんのかな。金の風呂、金の風呂、金のお風呂。なんかお風呂にさ、お魚がいる。トイレにもお魚が泳いでる。それはここまで開けた途端にうわーとか言ってる。でも結構二日目よ。ここ、ママさんここだ。どうぞ、こちらでございます。こちら非常口、こちら突き当たりでございますので、ご確認くださいませ。どうぞ、こちら。ちっちゃいのがいっぱいこんなんで、こんなのお家にない。すごいテーブル、なんでできてるんだこれ。石じゃない、これ石だよ、石。綺麗だね。あれ描いてる、金が入ってる、金。いや、来た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 。うわぁ、皇居だ。皇居が見えるよ。綺麗。何で思うに持ってったらこれ。ねえ、見てみて。こんだけだったら一個ぐらい持っててもわかんないけど、ね。ちょっと待って。うわっ、うわっ、分かった、これだけで、うわっ、これで終わり。何それ、物干しかなんかあったりした。開けると向こうは、うわベッドがある。あっちにもなんかあるかもしれない。向こうに向こう行くよ。うわなんだこれは。こんなとこに椅子があるよ、ほら。どうして、なんで、玄関みたい。うわ、あれ部屋だ、部屋が超部屋だよ、ね、すごい綺麗だよ。ちょり、100円持ってる。これいらないの、100円は。おり、あ、見てこれ、やったあ、あれ、2チャンネルないの、2チャンネルビデオ。そんなのあるわけないじゃないあ、じゃあミキシャワー見てね。ルーン、あ、みんな踊ろうか。じゃあ、じゃあ BGM を、ね、BGM、BGM、これちょっと違うんだよ、ね、あ、この部屋にはこの音楽が似てる。ここはオールドインペリアルバーと言いまして、まあ、その名前で分かる通り、その古き、帝国ホテルのイメージをそのまま生かしたバー、まあ、本当に落ち着いてね、天井の低さっていうのも帝国ホテル独特の良さでした。そうですね、不思議に落ち着くんですよね、女性同伴でもいいですな。はい、結構でもいいですよ。それでは約束取り付けましたから。ただ問題は連れてくる女性は最近はいませんな。ここは4階なんだけど、大体なんか懇談とかね、なんか商談とかそういうこと。上野さん、はい、どこは、ああすごいな。ようこそ、いらっしゃいませ。どうぞ、ちょっと行ってきます、こちらに。